皆さん物を送らないでねということで今回は、これをきっかけに今週はリスナーの皆さんからエロく聞こえる単語を募集しましたので、時間まで紹介していきたいと思います。じゃあお願いします。なるほど、ツイッターでも募集したものもいます。あぬりなさんよりいただきました。カリフラワー。アヌリナの方がよくない？確かに自覚した方がいいね本人は自分のこのペンネームのがエロく何エロく聞こえる言葉だってことを そっちだよ、むしろアヌリナなんかよね。アヌリナカリフラワーね、これも入っちゃってるもんね完全に。そうだね、なんかもう野生のイメージもすごい強いかな。野菜のイメージね。ああ確かに。じゃあこれいきます、はい、沢子さんからいただきました、すべすべまんじゅうガニ。ほう、これ実在するカニなんですか。へえ、見たい。電波あるかな。あるどうですか。おー、すべすべなのかな。すべすべそうですか。ちょっと待って画像。あーなるほどね。スベスベっつうかテカテカ。あテカテカですね。毛が生えてない感じかな。いいんじゃないですか。なかなか。じゃあ次行きますか。いいね、このコーナーいいな、クラムボンさんよりいただきました。キングサイズ。キングサイズか。キングサイズ、キングサイズ、キングサイズか。でも、ベッドの話をしているのか、ね、いや、サイズがでかいっていうことでエロく聞こえるって言ってるのか、どっちなんだ。そっちですよね。ベッドでキングサイズだとエロくないと思う。セミダブルの方がエロくない？ベッドだと。セミダブル。というか、その状況よ。あ、状況ね。あ、状況。キングサイズだとやっぱ離れる。でかすぎるっていうね。セミダブルぐらいが一番いい距離ですよ。セミダブル。なんかのいい声堪能するコーナーで、これさあれでしょ、でもあの耳なじみ耳に声で、これがもしかしたらなんかありそうなんだけど、下ネタっぽくありそうなんだけどでしょ。そういうことか。状況っていうさ、キングカズ。あ、メールです。はい、ラッコッコさんからいただきました。願掛け。おお、あ、これ結構僕の中で得点高いよ今のところ。あ、一番それっぽい。願掛け。入ってないしね、その単語の直接的なものは全く入ってない。願掛け、願掛けしてきたんだね。あ、確かにちょっとそういうテンションで言われると、今年受験だから。ちょっと感覚って言われるとちょっと、何かなって思っちゃうね。そうだね。そう言われると。いいね。セクシーに聞こえますね。はい。ミーナさんよりいただきました。ドビュッシー。あー。これはね、言わせていただければゲのゲですよ、これ。あれ？ダメですよ。こんなレベルじゃないよ。上原さんの。こんなんじゃないよ。ちょっとドビュッシーはちょっとね、分かりやすすぎる。あ、そっか、そのギリギリがいいのかな。というか定番だよね。そっかそっか。ドビュッシー。千切りキャベツさんからいただきました。おい。ビントロ。あー、なるほどね。ビントロか。ダメ、ビントロ。ダメ、ビントロ。ダメだよ、ビントロ。想定してみたら、なんか。ああ、そういうことか。そういう時のところで。ダメだよ、ビントロ。ビントロさんがいるの？どういうこと？それ以上ビントロで言いするのはやめてっていう。ああ、なるほどね。ああ、ビントロか。でも、寿司屋行って、女性がビントロ頼んだら、ちょっとエロいかもしれない。瓶のトロ。瓶トロ。大将に瓶トロって言ってる女性を横から見たい。あ、そう言われると確かに。あ、これ得点高いんじゃないですか。いいかもしれない。縁側とかでも。寿司屋縛りもできそうです。
睡眠大魔王さんよりいただきました。先入れ先出し法。ほう、こういうのがあんの？スーパーの陳列、あー、そういうことか。先入れ先出し、あー、前出しね、スーパーで言う。あー、前出し。あー、あれか。あれ、先入れ先出し法っていうんだ。そうなんだ。あ、これはなんかいいね。なんか技名みたいな。うん、確かにね。ね、ありそうだね。一つの手として。この間夜道歩いてたら先入れ先出し法されちゃってさ。いやいや、どんな状況だよ、それ。そのテクニックだとしたら。これ、夜道で。はい、ということで、お時間ということで、皆さんたくさんのメールありがとうございました。